今年の秋の褒賞の受賞者が今日発表されました。県内では33人と1つの団体の受賞が決まりました。県内では社会に奉仕する活動を行ってきた人や団体に贈られる緑樹宝賞に1人と1団体、業務で模範である人に贈られる王樹宝賞に11人、また学問や芸術の分野で功績のあった人に贈られる主樹宝賞に1人、 そして、公共の利益に貢献した人に贈られる乱受褒章に20人がそれぞれ受賞しました。このうち、横須賀市の兵具師で株式会社鈴直の役員、鈴木昭一さんは、古い書や絵の修復において卓越した技能が認められ、欧州褒章の受賞となりました。今年75歳の鈴木さんは、15歳の時に父親の後を継ごうと決意、 今日ままでで60年間、兵具市の道を歩んできました掛け軸や額縁巻物も扱いますが古い書や絵の修復において特に高度な技術を発揮しこれまで狩野派の絵師の屏風絵や鎌倉建長寺、館長の書坂本龍馬の肖像画の掛け軸など多くの文化財を手掛けました。 また鈴木さんはそれまで多くの職人が長年の経験や勘を頼りに行ってきた修復用の糊の濃度を数値化するなど科学的な考え方を導入画期的との評価を得ました本当に光栄に思っておりますお金では買えないもんですよあの修復のその三笠さんのこういう書とかあものがですねですからこれが失敗したらどうなんだろうというそれがま,まず最初に来ますね その時はまは一応心を締めて慎重にですねこれを修復してえ立派に仕上げたいとで仕上がった時はなんていうんですか鈴木さんはこれからの仕事は若い世代に自分の技術を伝えていくことだと話しています。